はい、ゴールドアングルスクールのレッスン動画です。はい、皆さん大変ご無沙汰しております。今日はですね、3つのコイリングモーションですね。コイルっていうのは体をねじる、ね、よく皆さんに見られるのがバックスイングの時に全部回っちゃうのね。顔も膝も全部回っちゃう、こういう方が多いですね。これはね、コイルじゃないんです。軸ブレですね、簡単に言っちゃえば。正しいのはですね、体を回した時に必ず両膝を正面に向けて首から下をねじる。だから腰の回転をよく止めてこうねじる方いますけど、これはもう無理があります。股関節も使いませんしね。首から下をねじる。両膝は正面向けた。顔は、ね、顔も正面向けたままですよ。こういう具合。体をねじるベクトルっていうのは、右の肩も右肘も真後ろですから。こうですね。はい、実はこれが1回目のコイリングモーション。これなんか似てますよね。僕が今やっているバックスイングね、こうです。やはりこういうまっすぐっていうのは不自然ですよね。体の回転ベクトルとは違うんで、ねじれてる感覚ないです。流れてる感じがします。こう、やっぱりクラブを丸く振るには少し角があった方がいいんですね。角1つ、2つ、3つ、4つと、この辺はハの字になりますね。直線的っていうのはやはり体の回転のベクトルとは、マッチしてないと思います。はい、そこで1つ目のコイリングモーション、ね、両膝が正面向いてて体全体腰も全部回したら、ここで一旦こう、ストップじゃないけれども、ブレーキングがかかりますよね。はい。そこから、2で右耳と右肩の間に、入ります。はい。2回目のコイリングモーション。胸の面を右に向けたまま、これです。しっかり左腰を後ろに引いて、脇腹を後ろに引いて、体を入れる動作。これが2回目の。2回目のコイリングモーションが肩と腰の捻転差が最大になります。肩と腰の、ね、捻転差、トップでは45度と言われてますけども、自分の意識の中ではさらに15度、60度開く感覚という感覚で、胸と腰の、肩と腰ですね、捻転差を広げる。親指と人差し指で右のポケットをつまむと、非常にこっちは進行方向にいってる、下半身はこう開いてる感覚が分かります。これが2個目のコイリングモーション。さて3回目ってどこにありますかね。で、肩と腰の捻転差が解放されるのが大体ここです。このインパクト過ぎてから。だから体の正面を作ると、もうここで肩と腰がね、いっぺんに一緒になってしまって、クラブの重心が早く落ちて、要するにリリースが早い、上回りのスイングになっちゃうんですね。体の入ったダウンスイングをすると、まだ重心は膝の高さにあって、肩と腰の捻転差が解放されるのは大体この辺りです。さて、ダンス第3のコイリングモーションというのは実はここからなんですよ。まだ終わりはないんですね。
こからさらに体をひねります。今日はね、ここの第3のコイリングモーションにちょっと着目したいと思ってるんですね。ね、1回目ここです。ここで肩と腰の捻転差がしっかりね把握できてね、両膝正面向いて、こういうあのなんていうんですかね、下半身の動きをここに残しといてグッてひねるような、形態、これ偶力ですね。偶力こうです、はい、一緒に回っちゃダメっていうか、はい、偶力っていうのは、まあ、こう上がこちら回そうとするとちょっとこう抵抗する感覚ですよね。こういう感じ、両膝正面向いてますよね。これが一緒に回っちゃうとねじれが発生しないです。ですからこの形のままここに持ってくると自然にブレーキな、あのブレーキングかかりますよね。ここからね、両肘というのは角材の下に潜り込むような感じ、こんな感じがいいんですね。ここで手を伸ばそうとすると膝も全部回っちゃいますよ。そうするとここには捻転が生まれません。はい、2回目、はい、3回目のコイリングモーションというのはここでね、ここで解放されます。見てください、まっすぐ手を出しちゃダメです。この中に入れる、こう円盤のようなものを下から引っ掛けると非常に遠心力も感じやすい。ここでは求心力と遠心力のせめぎ合いですね。ちょうどいい張力で引っ張り合います。ここに入れるんです。目標方向に絶対クラブを出しちゃダメです。ここ、ね、ここで全ての肩と腰の捻転差が解放されてゼロ度になります。はい、ここから先です。実はもう一回ここでね、コイリングモーションが始まることをリコイルって言います。再びねじる、こういう動きです。こういう動き、この動き、僕は絞りとも言ってますけど、この動きがないとフィニッシュ取れません。出しっぱなしの人が多いですね。まあ当て打ちした後にこう出しっぱなし、だから手が余っちゃってこういうね、担ぐようなフィニッシュを取るとダメなんです。さらにインパクト以降の回転力を上げるのは、ここに一旦入って、左腰の横に円盤が入って、こういう捻転、こういうリコイルが始まります。こう出しっぱなしじゃなくて、クラブを体を入れてここに入れますね。入れた後にさらにここからキュッ、こうね、ヒールが滑ろうとします。こういうふうに入れる、ここからね、先ほどの円盤を右にちょっと右に切るような感じ、ここに入った後、入った後右に切るような感じ、離すと隅太鼓を左手で受けて右手で叩くような形になります。そうすると再び左の股関節の上で体がねじられる、リコイルです。そして回転力のある、そしてかつフィニッシュでしっかりバランスの取れる形が作れます。ですから3つ目のリコイルの形、これがゴルフスイングでは非常に大切です、ね、いつもの前傾姿勢をとって、はい、胸の面に直角に面が当たるように引っ掛けてください。そうです、そうです。肩から腕がぶら下がってて、もう血が指先にファーって通うぐらいリラックスしてください。そしたら両肘が両腰からはみ出ないようにワーキングテゲザー、1、2、顔は動かさない、2、そう。そしてその円盤が左腰の横に来たら肘を畳む、キュッ、はい、そう、
はみ出てないですよね。もう一度お願いします。1、2、1、2、はい、どうぞ。キュッ、あ、とてもいいですね。両膝がくっついて右足のつま先でトントントンとできます。左足のね、股関節の内側でスクイーズ、絞られてる意識を持ってくださいね。はい、もう一度お願いします。1、2、3、4、はい、グッドです。ぜひこのスイング実践してもらいたいです。さあ、手が出なくなったが、素晴らしいね。はい、ナイス。みんな最初の手伸ばしてたんですよね、ビシッとね。今求心力で回れてます。はい、素晴らしい、グッドスイング。え、1、2、3。